いつもカーカーカーチャンネルご覧いただきありがとうございます。今日は久しぶりの松田ニュースをお届けします。今日のテーマはカワステの内製化です。情報を得たのはレスポンス .jp の記事です。内容は大幅商品改良ロードスターについて、松田エンジニアの梅津さんがインタビューで語った内容でした。今回ロードスターの商品改良といえば、ハンドルのパワステ制御を松田内製化したということで、そのハンドルのしっとりさにモータージャーナリストが絶賛していました。気になるのは、今後松田の車すべて内製化になるの？といったところではないでしょうか。なんと松田3以降は松田内製のパワステ制御に変えていると語っていました。ということは、国内モデルでいう松田 3CX30 MX30CX60 は松田内製のパワステ制御なんですね。またロードスターが継続生産車の商品改良で初めて電動パワステの内製化を採用したそうです。ということは、 CX5CX3 マツダ2は電動パワステは外製ということですね。もう熟成し尽くしたというところで、これらのモデルでも電動パワステの内製化が商品改良で実装されるのでしょうか。個人的な予想では、 CX5 は可能性はゼロではないかなと思っています。今でもマツダを支える売れ筋商品なので、どうなるのかが気になります。もしかするとロードスターは電子プラットフォームを一新し、まだ足が長いということで採用しただけかもしれません。今後の CX5 の商品改良は見ものですよね。なお、現在 CX5、CX3、マツダ2は電動パワステは外製とのことでしたが、電動パワステの味付けは各サプライヤーからチューニングツールを購入し、パラメーターを調整していたそうです。以上、マツダニュースをお届けしました。情報源は概要欄にリンクを載せていますので、詳細が気になる方はそちらを見てください。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。